僕はむしろ、あのの、物部氏と非常に関連が強いと思います。はい、あ、物部氏。はい。はい。もう、なぜかというと、その磯の神神宮が物部氏の。その氏寺というかね、はい、え、氏神様なんですけれども、はい、その神様がスサノオで。はい、で。その一本一本の、あの、剣のルーツは、僕は大体分かってるんですよ。えー でその中でね、僕のあの最大の発見と思えるのは、仏の御霊という、はいはい、これはあの古事記なんかにも書かれている神武天皇を蘇生させたと言われている伝説の名剣です。蘇生させちゃうんですか剣で？はいはい神武統制の時に神武天皇はあの一時壊滅状態になって、はい、全員があの毒に当たって混倒してあとは敵が来て首を切られるのを待つばかりという、はい、もう。 ほぼ100負けの状態になってたんですね、はい、そこであの高倉寺という人物が持ってきて神武天皇を蘇らせたのが仏の御霊という伝説の剣です、はい。つまりこれはあの殺すための剣ではなくて逆に人を蘇らせるための剣だったんですね。それは何か比喩で例えてるんですかねそれとも本当にこう鉄で作った剣がそういう力を発揮しちゃうんですか、ええあのー 暗遊でしょうねおそらく。剣を振り回して人間がよみがえるというのは科学的には考えられないので、はい、ここはあのそれぐらいその剣は奥ゆかしい由緒を持ってて重要な剣だったんだということをあの暗封している比喩で表いる「ジム天皇」という日本を作ったどやらい初代天皇陛下の命を支えた剣だということを危機の作者は言いたいんだと思います。はい あの出雲神社あるじゃないですか。はい、でやっぱそのご祭神がすさのうでその薬くもっていうのが、はい、まちょっと今調べてたら薬くもっていう土雲っていうのが、はい、どうやらそのまあ、傘下の中でもこういろいろ女性に暴行を加えたりなんかこう奪ったりとか凶暴な人たちを雲と呼んでたみたいで。うん そのスサノーがそれその雲をこう対治して、えー、八重垣の起き手を作ってまとめ上げたっていうのが、うん、なんかヤマタノオロチのエピソードに当てはまるのかなと思ってうんすけど、うんうん、そこら辺はどう思いますかまずあの土雲というのは日本の先住民たちのことです。はいはいで 北から虎してきた人たちはあの高床式の家に住んでて、はい、で先住民たちはあの反地下形式のね藁葺、はい、きの、まあ、穴から出てくるとか出入りするようなイメージの,、はい、あの家に住んでましたするとトラ人から見たら、はい、本当に雲が巣から出入りするように見えたんでしょうね、はい、それで辻雲と言れた、はい、で残念ながら先住民たちはほとんど 虎治というのはつまり虎杖による日本先住民退治ですね、うん、ほぼせ滅されてしまった、はい、美談のように伝えられてますけれども、はい、野蛮な蛮族を退治したように言われてますけど現実には平和に暮らしてた日本先住民を虎杖人が殺戮してしまったという事実の裏返し。 そのトライ人っていうのは、まあ、天皇に当たる人たちになってくるんですよね。はいはっきり書かれてるのは慶光天皇大和武もやっぱり渡来人の一族。一族。でもその大和武を名乗る前に大和武を名乗ってた先住民族の人もいたんですか そうかもしれない熊蘇との戦いで名前をもらったというふうに危機には書かれてますだからその時にやっぱりその先住民から虐殺して名前をこう奪い取ったっていう感じなんですかね。いえあのー、熊蘇を調べてみますとね、はいえー、大和武尊の九州征伐の後にも熊蘇国は存続,存続してますね。で、はい、ほぼ手つかずの形で熊蘇国は残ってるんで。 実際には戦ったとしても引き分けだったでしょうね熊祖って鹿児島の方ですかそうですはい隼人族にあたるんですか、ね、はいあのー、どっちかというと宮崎県側にいたのを隼人って呼ぶみたいですあそうなんですね、ええ、で熊本県の南から鹿児島にかけては熊祖あ<ー>でその熊祖地域にはね、はい、前方後円墳が全くないんですよああ。 つまり、大和王権の力がそこに及んでない地区といところです。ああ、そうですね。ええ、大和王権ができたときに、もうそこは入ることのできない熊楚王国だった。なんか DNA の分布も、その熊その,あの九州の下の方は、なんか縄文由来の DNA がすごい多い地域そうなんですもうあの血族結婚を繰り返して あの西郷隆盛さんの頃までああいう感じの人が <laughs> ずっと住んでて言葉も全然ごく近代まで分かんないぐらい、まあ、今もさつまめはそんな感じなんですけどそういういい状態だったみたみですね西,西郷隆盛は、まあ、要するにその土雲というかその熊その日本の縄文人の末裔っていうことですよね。はいああののー、ですねあの えー、国卑弥呼と戦ったとされている国国の菊池一族の末裔ああ<ー>。だから西郷さんの本名は菊池元吾って言いますあ菊池はい本名は菊池さんなんですよ<ー>西郷さんは <laughs> でまあそれは傘下に当たりますよねうーんそうね山の民の縄文を継承した、まあ、スサノーの末裔に当たるってことですか、ねはい まあ菊池一族はあの戦国時代に武士化して生き残ってて、はい、ずっとあの修行大名として残っておるんですけどね、はい、そんな中であのきちんとした社会生活を認められなかった人たちが山に入っていったんで参加と言われるようになったそうすると西郷隆盛が戦争を起こした、えー、西南戦争でしたっけ、はい、西南戦争っていうのはまさしく その原住民とトライしてきた勢力との戦争になっ当たるわけですよ、ね、はい。で面白いことにねあの、はい、西南戦争における西郷軍の道のりというのが、はい、まずその旧久古国の、はいえー、王宮に行って、はい、大分から高千穂をぐるっと回って、はい、ニニギの御陵を見て、はい、そして鹿児島へ戻って死んでるんですよ。 多分西郷さんは自分のご先祖様たちに挨拶をしに行ったんじゃないかなと僕は思ってます。ニニギは西郷隆盛の先祖にあたるんですかかもしれない。ニニ,あの <laughs> ニニギ御陵にあこもって政府軍と応戦してますねあのニニギの,御の前の宿ですよ、ね、はい。あれはなんかニニギの御陵を背にして皇軍と戦うことで。 こう天孫族は2握の御領の方に向かってピストルを撃てないから2握、はい、をこう人質に取って戦うみたいな字だったと思うんですけど、はい、ええ、もう政府軍は天皇の軍隊ですので恐れ多くも天皇の初代2握に向かって発砲なんかしたらとんでもない罰が当たりますねそのことも計算づくやったと思いますそうす,そ,うそうすると西郷隆盛は2握の御事とは 別系となって、ニニギが渡来人の侵略してる側で、西郷隆盛はスサノオの、まあ、原住民側で、そこがぶつかったってイメージを僕は持ってるんですけど、あの、ニニギはね、はい、佐郷さんの,あのご先祖である大山住神という、鹿児島にいた山の神様の娘のこの花の咲夜姫というのをめどって結婚してるんですわ。つまりは、入り子ですわ。 あじゃあ母方の方が最後高森の先祖にあたって、はいはい、つまり入り婿のおに,にぎは違うってことですよねそしてその咲夜姫とおに,にぎの子供の3代後が神武天皇なので、はい、つまりおに,にぎもあも大山積もどちらも天皇家の先祖様。 でそこにちょっと政略結婚的なものが見え隠れして。うん、絶対あったと思います。はい。だから複雑なんですね、より。ええ<で>と、あのー。鹿児島はね、はい、貝殻貿易というのが盛んでものすごく栄えてた港を持ってたみたいなんですね。はい、で、熊宗王国はもう1万年以上前からあった、とてつもないあの古い王朝です。が、はい、ニニギがトラジンとして来たとき、九州でどこに行くかというと、まずその、 貴族の王様に会いに行って、うん、まあ仁義を切る必要があった、はい、これはもうあの地方ヤクザの親分が山口組の大親分に挨拶といくようなもんですよはいギの巫事は天孫降臨としてきたけどもあのトライ人ですよね、はい、それはどこら辺から真の始皇帝がそこら辺絡んでくるんですか えーと絡むのはね、これもスサノオです。<む>スサノオ一族と非常に近いですね。あ、そうなんですか。はい。僕はあの機に記された高松原というのは小栗のあたりだと否定してるんですけれども、はい、小栗の時にスサノオとニニギの、えー、先祖であるアマテラスとか、はいえー、そうした人たちは一緒に住んでたみたいです。どうも。 じゃあ,まあ枝分かれしていった士族という感じなんですかねはい、そこで、あのー、どうやら、あのー、宮殿で問題を起こして、スサノオは追放になってますね、高間川原追放。それはスサノオの何代目かのスサノオが問題を起こしたっていう感じですかね。かもしれません、そうスサノオは個人名ではなくて、スサノオ族代々の王の名前だったかもしれない。はい、ええ そうしないとあのあまりにも長い期間スサのは出現し続けるんで代々の王の名前だったと解釈した方がピタッときますねそれであのー、645年に中津の羅漢寺に報道仙人がインドから。